どうも皆さんおはこんばんちょーです。パパシュです。今日は今バラバラにしていってるミラジーノさんのですねミラコンプレッサーを外していきたいんですけれども、場所はここにあんねん。だから皆さんもちょっとバンパーでね、他の動画でやってるんでバンパーはもう外す前提でお願いいたします。比較的簡単やからね。そうでしたね。うん、外して。下からやってもいいけど。はい。このはい。ここにあるカバーも。まあ、ああ外してもらった方が。まあバンパー外してな。はい。見やすくした方がいいかも。そうだね。でガスは。はい。ガソリンスタンドとか、はい、車された回収今。こちらでも回収してるけど。はい。回収してるくれるとこでタダで抜いてもらう。あ、またそれぞれ再利用できるやんか。そうやな。ほう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 。ちゃんと抜いてくださいね。で、まあ、入れる分は普通の、うん、売ってるようなメーターで入れたらいいんだけど、うん、まあ、抜くのは、はい、大会話だけど、これ一応もう抜いてるから。はい。で、はい。で、まあ、バンパー外してもうたら、うん、まあ、意外とかあったやな。うん、丸見えっちゃ丸見え、丸見えっちゃ丸見え、丸見え。フーラーコンプレッサーまで行くたらやっぱり、はい、バンパー外した方がいいわ。でとりあえずまずここに、はい、カプラー、このホースメントローレにカプラーあるから、はい、そこを押してもたら、うん、抜くだけ、抜くだけ。あ、うん、抜けた、うん、抜くだけ。はい。うんうんうん、で、ベルトの動画も出すねんけど、はい、ここね、うん、12、はい、で、ここは外してたら見えるし、外せへんかったらちょっと見にくい、うん、はい、うん、で、緩めてもって、はい、まあ、とりあえずネジをまず全部外さんと、うん、はい、ある程度緩めるだけ、うん、ここは下からでもできるから、ね、うん、こんな感じでね、こういう感じで、はい、うん、2箇所ですね、うん、全部一緒やね、全部12やな、はい、うん、ある程度緩めてもって、はい、で、まあ強いて言えば、うん、先にまあ、うん、こいつな、これ、うん、ホースな、ホース、あー、うん、はい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 、これは手圧なのか高圧なのかどっちか分からない。細い方が手圧やね。あ、太い方が高圧。じゃあ逆。細い方が高圧。高圧か、うん。はい、ごめんなさい。はい。そう見るじゃん。はい。これ結構ちょっとゆっくりせんと。折れる、うん。うん。長いから折れるから、ね。はい。これはまたこのアップカーになりますからね。うん、ホースの根元。まあ、この、うんうん、止まってないから、うん、まずこれを全部外す前に、うん、この配管を外した方がいいかもか、うん、ならこの上のネジが取りやすい、ね、うん、だからつける時も一緒で、うんうんうん、このホースを一番最後につけてね、うんうんうん、ね、ちょっとこう、はい、揺さぶりながら、クックック、うん、うん、ここにオーリングがついてるから、あ、この黒いのですね、うん、オーリング、これはもう、はい、交換した方がいいな、おお、もう取ったら絶対、うん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 、で、まあコンプレッサーオイルとか入ってるから垂れてくるから、はい、うん、まあ汚れへんよ、上にしてた方がいいかもからな、うん、新聞なりなんなり引くか、うんうんうん、上にだから持ち上げるか、こういう感じで。もう見えるんだわ、こんな感じでね、ホース取ったら。こっちの方がやりやすいかな。やります。で、まあ3点緩めた時点でこのベルトが。はい。動くんだ。うん、こういう感じで動くから。おーおーおー、うん、ベルトはもう外してもって。はい、クーラーは一番外側についてるから。はい、外しやすい。もう外しといて。はい。
ょっと、結構しやらしい。こっちは塗ってないけど、下塗ってないけど、下も硬いな。やっぱりちょっと噛んでたから、はい、全体ちょっともうちょっとゆっくり、もうちょっと緩めなかったね。ほう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 。緩めるのはちょっと多めで、多めでやって、ちょっと、はい、一番柔らかいところでやった方がいいね。まあ、俺からしたらもうちょっと短いネジ入れてもいいかなという感じだな。長い。ちょっと長すぎるなこれ。で、はい。そのまま。あ、取れた。そのまま。ほう。こんな感じ取れました。これは別に。はい。ここを押したりとか広げたりとか、そんなんもいらんな。もうスッと。引き抜いたら取れますね。でまあ取り付けるのも一緒で、これはもうバンパーさえ外したら。はい。簡単やね。じゃあの、腕も入りまくるし、全部ネジ見えるし。ちょっとだから下のネジ注意やな。ちょっと長いのと、はい、ちょっと入りにくい。ここも。はい。上。ちょっと。ちょっと上げたらなかな。上げたったら合う？こういう感じで。からちょっと揺さぶり持って上げ持ってみたいな感じやな。ネジ山合わせてね。取り付けはもう、はい、ベルト。まあ別動画でやってるから、はい、それ見てもうたら。はい。まあこうで、で、グッと貼ってもらって、貼ってもらって、で、最後に、まあこのオーリングを変えて、はい、ホースをつけていく、ホースをつけていって、はい、お、こんな感じですね。このちょっと黒っぽい長いネジやね。で、これを入れてもうて、両方つけてもうて、はい、最後カプラね。カプラ、最後。まあベルトの調整とかはまあちょっと、はい。別動画でやってますのでね、そっちを。で、あとガス入れるのは、はい、ここね。ここでーす。これがバッテリーがあって、横。高圧ね、低圧。はい。H が高圧、L が低圧でございます。で、ボンネットの裏に、はい。あの量書いてるわ。あ、量。なんか何グラムとか。グラム内なんで、缶の量で、はい。どれぐらい入れたらっていうの。そういうことね、缶に書いてあるし。最近あのガソリンスタンド回収やってまだ清掃して入れてくれるから、まあ入れてもうた方が安いんちゃう、その回収したやつをな。そういうことね。ガスさえ入れたらいいから、まあ自分でできる人はな、自分でやってもそういうことね。はい。これはバンパーさえ外したら意外と簡単な丸見えでございます。こうあったらで、あの中古とかでオイルとか入ってないやつがあるから、はい、コンプレッサーオイルを入れとかなからね。へえ、そんなんどこで売ってんの、コンプレッサーオイルって。売ってる売ってる。この134は高かったはずやわ、めちゃくちゃ。そうなんや。皆さんもそういうオイルとかには気をつけて、まあ、その辺はちょっと
な、量とかはせやね、調べてもうて、はい、お願いします、うん、よかった皆さん作業の参考にしてください。じゃあいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。